モンスタートラックは2016年にアメリカ合衆国で制作されたコメディ映画である。監督はクリス・ウェッジ、主演はルーカス・ティルが務めた。本作には制作費だけで1億2500万ドルが費やされたにもかかわらず、その半分程度しか回収できなかったため、2017年を代表する赤字映画とみなされた。パラマウント・ピクチャーズは、 本作の工業的失敗を受けて1億1500万ドルの赤字を計上したと報じられている。本作は日本において劇場公開されなかったが2017年6月7日にブルーレイ DVD セットが発売された。ノースダコタ州テラベックスオイル社が水圧破砕法で石油の採掘を行っていたところ図らずも地中の生命体を地上に解放してしまった。 そのうちの二体は捕獲できたものの、残り一体は行方知れずになった。その頃、高校生のトリップコーリーは母親から自立すべく、廃品置き場でアルバイトを始めることにした。トリップの母親の心理は、保安官のリックに熱を上げていたが、なかなか真剣な交際に発展しなかった。その鬱憤が家族不安の原因になったのである。トリップは町から離れるために、 廃品置き場の部品を使ってトラックを組み立てることにした。ある夜、トリップは作業中に謎の生命体を発見した。一度は捕獲に成功したものの、隙をついて逃げられてしまった。翌日、トリップとそのクラスメイトのメレディスは再び謎の生命体に遭遇した。生命体はトリップが組み立てていたトラックに住み着き、石油を食料としていたのである。 あっという間に生命体と仲良くなったトリップは彼にクリーチという名前をつけ家に帰れるよう協力すると申し出た。さらにトリップはトラックをクリーチが住みやすいように改良しクリーチが自分の意思でトラックを運転できるようにした。クリーチが走る姿を見たメレディスはそのスピードと運転技術に目を見張った。二人はクリーチの願いを叶えるべく トリップの父親であるエイドの助けを借りることにした。テラベックスオイル社の CEO、リース・テネソンは、生命体が引き起こした一件に頭を抱えていた。石油採掘が中止になる可能性を恐れていたのである。テネソンは、同種の事故が二度と発生しないように、油田に毒を投入し、捕獲した二体の生命体を殺す決断を下した。テネソンに雇われたバークは2体を殺そうとしたが、 ジムダウド博士の抵抗を受けた。博士は二体に感情と知性が存在することに気がつき、何としてでも命だけは助けようと心に決めていたのであった。トリップはウェードの協力を取り付けたが、それは罠だった。ウェードはクリーチをバークに売却するつもりだったのである。それに気がついた一行はクリーチのトラックで逃げ出したが、バークの追跡を受けることとなった。 走行中の電車を飛び越すという荒技を使って追手を振り切った一行はメレディスの父親が所有する小屋で一泊することにした。その頃、バークは独断で行動したことを咎められていた。翌朝、クリーチは仲間に何か良からぬ事態が起きるという直感を得たため、彼らが捕らえられているテラベックスオイルの本社へと向かった。クリーチがどこへ行ったかわからず、途方に暮れたとリップと、 メレディスではあったが、トラックの中にトリップの携帯電話があったため、メレディスの携帯からクリーチの後を追うことができた。テラベックスオイル社が捕獲したのはクリーチの両親であった。本社にやってきたクリーチは職員にあっさり捕獲されてしまった。その後、クリーチを探しにトリップとメレディスがテラベックスオイルの本社にやってきたが、テネソンからクリーチのことは忘れた方が、 身のためだぞと脅され、やむなく本社を後にすることにした。晩作つきた二人だったが、そこに思わぬスケットが現れた。ジムラウド博士である。カッコ内は日本語吹き替え。2013年7月31日、パラマウントアニメーションは新シリーズを構想していることを発表し、その第一作はモンスタートラックというタイトルになると明かした。8月には、 クリス・ウェッチが監督に起用され、全米公開日が2015年5月29日に設定された。制作作業は主にバンクーバーで行われた。2014年2月19日、ルーカス・スティルとジェイエン・レビが本作に出演するとの報道があった。3月24日、エイミー・ライアンが本作で主人公の母親を演じると報じられた。26日、 ホルト・マッキャラニーの出演が決まった。4月1日、フランク・ホエイリーとダニー・クローバーが本作に出演すると報じられた。10日、トーマス・レノンの出演が決まった。14日、バリー・ペッパーが本作に起用されることになったという報道があった。24日、タッカー・アルブ・リジーが本作に出演することが決まったと報じられた。30日、ロブローの出演が決まった。 2014年4月4日、本作の主要撮影がブリティッシュコロンビア州のカムループスで始まった。5月13日にはチリワックでの撮影が行われた。本作の全米公開日は複数回にわたって変更された。2015年5月29日、2015年12月25日、2016年3月18日と公開日が延期されていった。 2015年11月10日、本作の全米公開日が2017年1月13日に延期されるとの報道があり、これが最後の変更となった。本作はバイバイマンとスリープレスナイトの2本と同じ週に公開され、公開初週末に800万ドルから1000万ドルを稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを上回るものであった。 2017年1月13日、本作は全米3119巻で封切られ、公開初週末に1095万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場7位となった。映画批評集積サイトのロッテントマトズには82件のレビューがあり、批評家支持率は32%、平均点は10点満点で4.5点となっている。サイト側による、 批評家の見解の要約は、アイデアが素晴らしいものであるにもかかわらず、簡潔かつ単調な作りの、モンスタートラックが、感動的な長編映画足りうるには、モンスターやトラック以上のものが必要だった。となっている。また、メトクリティックには23件のレビューがあり、過重平均値は41、100となっている。なお、本作のシネマスコアは、A となっている。ありがとうございます。